はい、それでは A メロの振り付けの解説をします。まず手はバッテンの状態から右手をワン、ツー、スリーで下げる、フォーで合わせる、ワン、ツー、スリー、フォー、でこれカウントでいくとワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイ。でこの時イメージするのはハスの花が地面から育っていくイメージをしていただいて、ワン、ツー、スリーで地面に下がる。でここから上に生えてくる。でこの生えてくる時にちょっと右手は右からこう描くように、で左手もスリーで潜ったらフォーで左にこう描くように上に手を持ってきてください。もう一回やると、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、しゃがんで立つ。でこの時にかかとで8ビートを踏んどいてください。これを合わせるとワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイ。でその後ワン、しゃがんでツーで右に行く、スリーでしゃがんでフォーで左に行く、ファイブ、シックス、セブン、エイ。ハスの花がどんどん成長していく様子をイメージしてやってみましょう。ではこの振り付けの解説をします。最初はとても簡単、外から腕を回してきて忍者の印で人差し指の上に人差し指を重ねる。これが輪氷と社会人で実際、次に天を仰ぎながら輪廻転生宇宙天外で姿勢でものもで右手を人差し指、これで人間を表します。姿勢でものは一回首を切った人、これが姿勢るもの。で、もう何言ってるかわけわかんないので、くるくる回る、リリカルモーション。で、上からジャガイモが落ちていきます。取りましょう。イ、ロ、アニ、デート。いいですか？ジャガイモを落とさないように。右手、左手、右足、左足、右足。で、次に、チー、リ、ヌル、ハナー。これはもう風をイメージして、あんまり細かいことを気にせず、体で風をイメージしてください。で、重ね合う、浮かび立つ、はぁ、すん、はぁな。ここは左手と右足。で、この時首をちょっと左手にやってあげるとよりかっこいいです。重ね合い、浮かび立つ。あとはもう細かいことを気にせずに手に召されてください。はぁ、すんな、はぁな。まずは右を向いて刀を3回切ります。これが1、2、3、4で後ろを向いて、次は手裏剣です。5、6、7、刀を1、
1、2、3、後ろ向いて手裏剣を1、2、3、もう一回いくと1、2、3、振り向いて手裏剣、手裏剣、手裏剣、ドン、8で前にパンチで1、2、右手と右肘と右膝を突き、左肘と右膝を突き、これが1、2でダブル2回で反対で2回で隠さないところ、ハートを押さえていただいて、隠さないので隠そうとするんだけど隠せないんですよね。で隠してるのでこう目を覆うんだけど隠せないんですよね。でそこからくるりんぱと回して、あとはどうにでもなでっていう気持ちで踊ってください。もう一回カウントを説明すると、1、2、3、4、5、6、7、8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 、
ではサビが終わった後の全国の老若男女の皆さんのところの解説をします。ここは解説もクソもありません。皆様、お母さんの胎内にいた時のことを思い出しながら各自好きに踊ってください。終わり。解説もクソもありません。1回目にやった蓮の花のつぼみを作ったら最後は大きく咲かせましょう。ただそれだけ、最初と違うのはそれだけで、2回目も蓮の花を咲かせたら最後もうすぐ何かが生まれるよ。ポンで、うんちを出してください。うんちが出たらあなたはもうすでに振り付けは完璧です。ではよろしくお願いします。
僕の老若男女の皆さん、歌ってますか、踊ってますか。ハスの花は何かと聞かれまして、私は分かりませんけど、まあとにかく楽しんで歌って踊ってくださいの。心から、ね、え？